はい、おはようございます。朝の散歩に来てます。今日は10月の23日で月曜日です。空はね、晴れてます。晴れてるけどね、寒いんですよ。あの、純ちゃんの足についてね、ちょっとお話ししたいと思います。最初ね、気づいた時ね、そのキッチンにいてたらこっちに歩いてきたんですよ。でよく見てみたらね、どうもね、なんかおかしいんですよ、歩き方が。で後ろ向いて歩いてった時、もう完全にあの歩き方がおかしくて足を引きずってるんですよ。で最初に一応足の裏とか見たんですよ。なんかついてるか、なんかゴミでも挟まってるか、トゲでも刺さってるとか、こんなんじゃないかなと思って見たんですけどね、見た感じはなんともないんですよ。で足触ってもそんな痛がるような感じはしないし、もう折れたるんじゃないかなって最初思ったんですよ。でも急になんですよ。その朝は大丈夫だったんですよ。昼間も大丈夫だったんですよ。僕動画撮ってるじゃないですか。ほんで動画を全部見直してみたんですよ。細かい歩き方を見てたんですよ。一つ気になった動画があったんですよ。それ見てみたら、最初純ちゃんがこたつの中央で寝てたんですよ。ひっくり返って寝とったんですよ。そしたら急に回転して猛ダッシュでどっか行ってしまったんですよ。それぐらいからなんかおかしいような感じしたんですよね。で足をひねった感じ、最近ちょっと詰め切ったじゃないですか。それで引っかかりがまあほぼないんですよ。それでああいう高速な動きをすると爪が引っかからんから、ちょっといつもと違う動きになったんじゃないでしょうか、ということを予想しますけど、まああくまでも予想なんですけど、それしか考えられなかったんですよね。まあ高いとこから飛び降りて捻挫っていうのもちょっと考えられるんですけど、もう明らかにおかしいから歩き方が。もう深夜で病院も閉まってるんですけど、夜間でもやってる病院を探してちょっと行ってみたんですよ。でレントゲン取ってもらって、まあ、血液検査とかもしてもらって、でレントゲンの結果は別に折れてもないし、まあ不自然な点はなかったみたいなんですよ。で一応薬と痛み止めと関節のサプリみたいなのとをもらって、ほんま純ちゃんの足がね折れてなくてよかったです。ハットキーちゃんも心配してましたね。一応ほんで純ちゃんね、あんまり動かないようにしたいんですよ。だからテレビとか、テレビってこの段ボールのテレビあるじゃないですか、中に入る、あん中に入っててくれたらいいんですよ。おとなししてるんですよね。まあこんなうまくはいかないんですけど、とにかくね、今ちょっと足のためにじっとしてほしいんですよね。まあこんな都合よくいかないと思うんですけど。